空が綺麗やね、今日。綺麗ですね。実物大か。でかいんですね。今平尾に住んでるやんだっけ。そうですね、あの平尾の地名の由来すごかったよ、はい、え可能性ありますか。あ、こっち行きましょう。うん、カモメ広場。広場危険。それどういう意味の危険ですか。仕事を釣りに最高じゃないですか。あと20年ぐらいの寿命になるでしょうけどラーメン食いまくっていいな。ちなみにまあちょっとこれぶっちゃけるんですけど、前職が不動産の物件撮影っていう超マニアックな仕事で、この西公園エリアの散歩って言っちゃったもん撮影とかあるんですけど、朝来てまずそこのコンビニでセブンでコーヒー買って、でベンチで30分ぐらいゆったりして足を上げるっていうのが日課でした。最高なんですよ。景色いいしね。そうなんですよ。この前、魚探しに、はい、あの、あっち？ピンクとベージュの間ぐらい。ああ、あのちょっと高そうな。そうおお。すごい位置にあるね。あのマンション以外何もない。いいな。景色も良さそうだし。綺麗ですね。特に今までお互い夜しか会ってこなかったから、またなんかマッサルさんイコール夜のイメージがより綺麗に見えますね。今日は感謝です本当に感謝ですね。一人で出させてもらって。パパは大変ですもんね。今は撮影用の服に着替えてたんやけどね行かないを繰り返して、おう家に行ったって今日来る予定でしたもんね。来てほしかったな。アスレチックとかもあるんですよね、西公園。ああ、それ見たらワーキャンとか楽しみでもらえるかなって思ったんですけど、このカモメ広場に夜来てた頃に好きな景色があって、街がちょっと造船所、になってて、たまにあの溶接のアーク溶接の光がダダ漏れで高いところとかに、そのなんていうんですか、プラズマっていうんですかあれがここから見えるっていうのがすごい好きだったんです近くで直視しちゃいけない光遠くからだったらだいぶ弱まってるかな。遠くからだったらそうですね、普通にジワジワジワってフラッシュしてるみたいな。広場緑地あの低いやつですか。茶色のレンガ調の。わあ、いいな。1階の右に住んでる。はい、去年2ヶ月ぐらい前にあれ撮った気がするな。楽しい人が入ってるようです。回転率が早いですね。でプロペラがあるんですよね、謎の。寄贈眩しい。片付き予報に拠地を移転し、ここ福岡基地開設。これ分かります、こういう魚の名前見て頭の中でイメージ。ガザミ、タチウオ、すごいですね。ハモとかイカ類とかギリ分かりますけど、レンコダイ、あ、マダイ、ヒラメ、アンコウ、めっちゃ取れるんですね。ここどこで取ってるんだろう。
もう遠くの方ですね。なんとか漁業、遠洋漁業みたいな。恐ろしく遠くに行くよね。日帰りじゃ帰れないぐらいのあれですよね。難しい。習ったな。でかいんですね。実物なのかな。実物を加工してあるのかな。この海域で取れますよって。ああ、すげえすげえ。ヒラメとかそんな遠くに行かないと取れないんだ。こうやって当たり前のようにスーパーで買って魚食べてますけど、普通には食えないですね。働いてくれてる人がいないと。すごい、ありがとう。自分で釣るか買うかですね。あんな、あれ天然温泉って書いてありますよね。あ、そうか、あれ確か、はい、温泉付きホテル、できたんだ。開かないんじゃないですか、さすがに。できてる多分。あ、すげえ、海かい。海って書いて海って読むのかな。面白い。10月半ばを過ぎて、はい、これもついに長袖になったんやけど、はい、めくるっていう。長袖の丈もちょっとギリ長袖ですけどね。で、で左かな。ちょっと俺ジュース買いたいんですよ。あ、安い自販機見つけたら忘れんように伝えてください。どうしたんですか。いいものがある。おお、差し入れを持ってきた。差し入れ、気が、そんな気が利くんですね。2種類選んでほしい。おお、ミネラルボール。すげえ、見たことがない。非売。じゃあ非売品いただいていいですか。どうぞ。ありがとうございます。なんかお中元で関係者に配ってたらしい。やったー。さあ。はい。たらうまい。水でしょ。じゃあいただきます。ああ。しづらいうまさがありますね。言葉にできない。言葉にできないですね。ごめんなさい、やっぱ戻っていいですか。うん、こっちの方に行きましょう。早送りになる。ちなみにこのまままっすぐ行くと、あの工場地帯みたいなところに行くんで、多分僕がそそられすぎて、もう無意識のうちに体が寄せられてた感がありましたね。磁力が寄せられるんですよ、S と N で。でも最近調べたのは、はい、インターステラー。はいはいはい。クリストファー・ノーランの映画インターステラーの最後ちょっと臭いシーンがあるから。臭いシーン、愛だよ、愛。ああ、はいはいはい。あれ見て最初臭って思ったはい。最近愛って科学で証明されてきたらしくて、ほん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 、人間ってあの要は電気信号を持ってる、はい、筋肉を動かすために、はい、その周りに磁場ができるんですよ、うん、それがあのプラスマイナスで引き寄せ合うことがありまして、へー、磁場になるときに、はい、世間偶然知り合う人とか、はい、あの男女関係になって付き合う人とか、はい、あれは磁力で吸い寄せられてるんじゃないかって話がある。なるほど、こうスピリチュアルと科学の
ちょっとつなぎ目になるような研究ですね。そうやって俺たちも変な感じで会ったんですね。なんかね、ここをクリックしてっていうあの映像があったかな。いや、よかったですよ。とりあえず水泳だな。インターステラーマジでこれも3回ぐらい見てて面白いですよね。あれはいいね。確かにその前半すごい科学的な交渉で進むじゃないですか、うん、あの宇宙に行った後の話し合いの時もでと結構唐突に今まで冷静だった女科学者が愛について語り出す。確かにちょっと距離感が生まれるんですけど、まあなんかいい感じに映画としても、うん、その科学的にしてもなんかまとまって終わるっていう良かったですね。ネタバレはあのカットした方がいいやろうけど、はい、2014年の映画ですよ。意外とね、意外と前、意外と前なんですよ。ターズをすごい似てるし、うわ、マジ、あいつ大丈夫だ、大丈夫。その後自分も行くっていう。娘がいるからな。はい。娘生まれた後に見てもはい。どうしようかな、宇宙に、うんうん、コンビニ感覚でだってさ、はい、ちょっとなんか長い世代ってきたら、はい、自分より年上になっちゃう。はい。あと怖いですね。別に子供がいない俺であのビデオレターのシーンもワンワン泣いたんで、あ、実際のパパさんが見たら相当来るだろうなって思いますね。あれは締め付けられる人がいない。急に静か。いや、いいな、本当にこういうところでもこういうところに住みたい。例えばさ、はい、今平尾に住んでるやんって。そうですね、あの辺ですね。平尾の地名の由来すごかった、はい、え、